式字。式字とは、文字、初期言語を読み書きし、理解できること、またその能力。文字に限らず様々な情報の読み書き、理解能力に言及する際には、日本語では、リテラシーという表現が利用される。式字は日本では、読み書きとも呼ばれる。読むとは文字に書かれた言語の一字一字を正しく、発音して理解できる、読解することを指し、 書くとは文字を言語に合わせて正しく記す、筆記する子を指す。何をもって式字とするかには様々な定義が存在するが、ユネスコでは日常生活で用いられる簡単で短い文章を理解して読み書きできる状態のことを式字と定義している。この敷地能力は現代社会では最も基本的な教養の一つで初等教育で教えられる。 生活の様々な場面で基本的に必要になる能力であり、また企業などで正式に働くためには必須である。これまで識字能力がなくとも生活することのできた地域においても近代以後の急速な産業化によって識字能力が必須となり、識字能力は生存に欠かせないものとなりつつある。また、識字能力は生活水準と直結し、また、 国家の産業力とも連動するため、人間開発指標など多くの開発指標において、識字率は重要な要素の一つとなっている。またこの理解のため、開発経済学などにおいても、識字率は重要な指標の一つとして用いられる。また、この項目を読み、内容が理解でき、何らかの形式にて書き出すことができるものは、少なくとも日本語に対する識字能力を、 持ち合わせているとみなすことができる。文字を読み書きできないことを、非識字、非識字、または文も文母ないし、秋萌、秋、めくらといい、そのことが本人に多くの不利益を与え、国や地域の発展にとっても不利益になることがあるという考えから、識字率の高さは基礎教育の浸透状況を図る指針として広く使われている。 識字率が低い場合は文盲率が高いとも言い換えられる。なお、文盲や空き毛は視覚障害者に対する差別的ニュアンスを含むことから現在は公の場で使用することは好ましくないとされている。工学文字認識の読み取り制度を指して識字率と呼称するのは全くの誤りである。18世紀以降ヨーロッパや北アメリカにおいては 識字率の上昇が続いてきた。これは産業革命の進展と近代国家の成立に伴い国民の教育程度の向上が必須課題となり国家によって義務教育が行われるようになったためである。この傾向は20世紀に入り産業化の遅れたアジアやアフリカ、南アメリカなどの諸国が国民の教育に力を入れるようになったことでさに加速した。 第二次世界大戦後、世界の識字率は順調に向上しており、1970年には全世界の36.6%が非識字者だったものが、2000年には20.3%にまで減少している。しかし、まだ世界のすべての人がこの能力を獲得する教育機会を持っているわけではない。また、男性の非識字率よりも女性の非識字率の方が、 はるかに高く、2000年には男性の非識字者が14.8%だったのに、対し女性の非識字者は25.8%に上っていた。ただしこの男女間格差は縮小傾向にあり、1970年に比べて2000年には5%ほど格差が縮小していい。地域的に見ると、識字者の急増は全世界的に共通しており、 どの地域においても非識字率は急減する傾向にあるが、中でも東、アジアやオセアニアにおいて、識字率の向上が著しい。識字率は北、アメリカやヨーロッパにおいて最も高いが、東アジア、オセアニア、ラテン、アメリカの識字率もそれに、ついで高く、この3地域における、非識字者は1割強に過ぎない。それに対し、アフリカ、中東、 南アジアの非識字率は未だに高く、4割程度が文字を利用することができない。最も世界で非識字率が高いのは南アジアであり、2000年のデータでは約45%が非識字者である。アフリカにおいては2001年のデータで非識字率は37%となっている。また、非識字率は急減を続けているものの、非識字者の実数は減少せず、 むしろやや増加している地域も存在する。発展途上国、特に第二次世界大戦後に独立したアジアやアフリカの新独立国においては、識字率が非常に低いところが多かったが、識字及び教育は国力に直結するとの認識は、すでに確立されていため、これらの発展途上国の多くは、初等教育に力を入れ、識字率の向上に努めた。 途上国政府のみならず、先進各国の政府も、識字能力の向上のため多額の援助を行い、多数の NGO も、積極的な支援を行った。これらの努力により前日のように途上国の識字率は、急上昇を続けているが、教員や予算の不足によって、国内の隅々まで充実した公教育を提供することできない政府も多く、 アフリカの一部においては未だ識字率が50%を切っている国家も存在する。第二次世界大戦後に設立されたユネスコは識字率の向上を重要課題の一つと位置づけており、様々な識字計画を推進している。その一環として1966年には毎年9月8日が国際識字デート定められ、1990年は 国際式辞年として様々な取り組みが行われた。そして式辞への取り組みをより強化するために、2003年には国連式辞の10年が開始され、2012年まで10年にわたって行われた。文字を読み書きできない、非式辞、イリトラシーと読み書きを流暢にできる段階、フルフランシーの間には、初歩的な読み書きを行えても、社会参加のための読み書きを満足に使いこなせない、 段階がありする。これが、機能的識字ファンクショナルイリトラシーである。1956年に、ウィリアム・グレーは、識字教育に関する調査研究報告書の中で、機能的識字ファンクショナルリテラシーの概念を名にして、識字教育の目標を、機能的識字能力を獲得することに設定すべきと、提言した。一般に、識字率の調査は、各 2012の研究で承実されているように、実施方法、費用調達の点において、設計と実施が極めて困難であり、ルフされている数値の信頼性は、かなり低いと考えなければならない。この識字率の信頼性の低さは、先進国、途上国を問わない。途上国の多くにおいては、国勢調査時の回答、または、初等教育の就学率がそのまま、 識字率として流用されるケースが多く、一方先進国においてはほとんど全ての人が識字能力を持っていると推定され、非識字者があまりにも少なく必要性が疑わしいため調査を行わず、ほぼ全員が識字能力を持つという意味で、式率99%と回答することが多いためである。日本においても識字率調査は第二次世界大戦後に、 GHQ の要請で行われた1948年、昭和23年の調査を最後に行われていない。このため、アメリカや日本といった多くの先進国の指揮自は99%以上と推定されてはいるものの、国連開発計画の調査データにおいては、調査が行われていないために、データは空欄となっている。その歴史において、文字を持たなかった文明においては、 識字という概念が存在しないのは当然であるが、文字を発明、または導入した文明においても古代から中世における識字率はどこも非常に低いのだった。文字を記し保存する媒体、及びそれを複製する手段に制限があったため、文字自体の重要性が低く、社会の指導層を除いて識字能力を獲得する必要性が少なかったためである。こうした状況は、 紙の発明によって媒体の制限がやや緩んだものの、どの社会においても中世に至るまで、ほとんど変わらなかった。こうした状況は、ヨハネス・グーテンベルクによる活版印刷の発明によって大きく変化した。活版印刷によって本が大量に供給されるようになり、それまで非常に高価だった書籍が庶民でも手にいるようになったため、式辞の必要性が急激に高まったのである。 また印刷によって書籍に整った文字が並ぶようになったことは、それまでの手書き本に比べて、読解を容易なものとし、式字の有用性をより高めることとなった。こうした書籍の反乱は、貴重な本を一人の人間が読み上げそれを、周囲の大勢の人間が拝聴するという形で、行われていた知識の伝達システムを変化させ、聴覚に変わり、 資格が優位に立つ新しい方法が主流となったため、識字能力の重要性はさらに増大した。すべての文化で文字があるわけではなく、いわゆる無文字社会も多かったが、19世紀以降、こうした民族においてもラテン文字による聖書法を定めることが多くなった。これは、ヨーロッパから送り込まれたカトリックやプロテスタントの宣教師が不況のために、 現地諸言語のラテン文字化を推進したためである。世界最古の文明の一つであるメソポタミアではすでに文字が発明されており、各都市では学校が設立され書記が要請されて行政文書の作成に当たっていた。しかし、文字の読み書きは特殊技能であり、初期以外のほとんどの人は文字の読み書きができず、識字率は非常に低かったと考えられている。 各都市の王でさえ識字能力は求められず、稀に識字能力を持つ王が現れた場合、記録にはそのことが高らかに謳われていることがある。中世も後期に入ると、知識階級の間では、ローマ教会の公用語であったラテン語の読み書きが広まり、ヨーロッパうちで知識人たちは自由にやり取りをすることが可能となって、言ったが、一般民衆には全く縁のないものであった。 教育、特に高等教育はすべてラテン語で行われ、書物もラテン語で書かれ、聖書もラテン語で書かれるものであり、一般民衆がこれらを読むことは困難だった。これはすなわち、各地方の言語で行われる、一般市民による音声言語の文化と知識人たちによる文章言語の文化が断絶していたことを示している。この状況が変化するのは、マルティン・ルターによって、 宗教改革が開始されてからである。プロテスタント諸派は聖書を信仰の中心に据えたため、一般市民も聖書を読むことができるよう聖書の覚悟への翻訳と民衆への教育を積極的に行い始めた。同様の理由でこの時期プロテスタント圏においては義務教育が提唱されるようになり、17世紀前半にはワイマール公国、コータ公国、 マサチュセッツ植民地などで義務教育が導入されるようになった。その後もプロテスタント圏における義務教育推進や母国語式児教育は続き、18世紀には周辺地域に比べ新教地域の式児率は高かったとされている。こうした教育の普及努力により、17世紀以降西ヨーロッパ諸国において式児率は徐々に上昇を始めた。しかしこの時期においても、 知識階級の文章言語はラテン語のままであった。17世紀と18世紀を通じ上昇を続けた。識字率は19世紀に入るとより一層上昇するようになった。これは産業革命の開始によって識字能力が業務上多くの職種において必須となり、国力を増進させたい国家と生活水準を上昇させたい市民が共に、 識字能力を強く求めるようになったからである。ほとんどの国で義務教育が導入されるようになり、また、ラテン語に代わって各国語において高度な知識が記述され出版されるようになり、知識階級と一般市民の文章言語の断絶が解消したのもこの時期のことである。19世紀末にはイギリスやフランスなど当時の最先進国においては識字率が9割を超え、 ほとんどの人々が文字を読み書きすることが可能となっていた。1443年に朝鮮通信誌一行に参加して日本に来た新宿船は日本人は男女身分に関わらず全員が字を読み書きすると記録し、また幕末期に来日したバーシリー五郎人は日本には読み聞きできない人間や祖国の法律を知らない人間は一人もいないと述べている。日本の識字率は 極めて高く、江戸時代に培われた高い識字率が、明治期の発展につながったとされる。近世の識字率の具体的な数字について明治、以前の調査は存在が確認されていないが、江戸末期についてもある程度の推定が可能な、明治初期の文部省年報によると、1877年に、滋賀県で実施された一番古い調査で、6歳以上で、 事故の生命を知るし得る者の比率は男子89%、女子39%、全体64%であり、群馬県や岡山県でも男女の自書率が50%以上を示していた、青森県や鹿児島県の男女の自書率は20%未満とかなり低く、地域格差が認められる。また、1881年に長野県北隅郡とき村、現、 大町市で15歳以上の男子882人を対象により詳細な辞書率の調査が実施されたが、辞書し得ないもの35.4%、辞書し得るもの64.6%との結果が得られており、岡山県の男子の辞書率とほぼ同じ。さらに辞書し得るものの内訳は、事故の氏名、尊名のみを指示し得るもの63.7%、 日常水筒の帳簿をうるし五るー22.5%、普通の書簡や症状を白書しうるもセ6.8%、普通の公用文に差し支えなきもセ3.0%、公二つを読みうるもセ1.4%、公二つに加え新聞論説を解読できるもセ2.6%、当時の新聞論説はカタカナ混じり漢文帳で、非常に難しかったとなる。したがって、この調査では、 辞書できる男子のうち、多少なりとも実用的な読み書きが可能であったのは4割程度である。ただし、近世の正規文書は話し言葉と全く異なる特殊文体によって書かれ、かなりの習熟が必要であった。近世期、筆を使えないものを意味する無筆者とは文書の作成に必要な漢字を知らないものを意味しており、簡単なかなを読めることは、 どの庶民の間でも常識に属し、大衆を読者に想定した、おびただしいひらがな主体の金造紙が発行されていた。義務教育開始以前の文字教育を担ったのは、寺小屋であり、金と簡単な漢字の学習、及び算数を加えた、読み書きソロ版は寺小屋の主要科目であった。寺小屋の入門率から、識字率は推定が可能であるが、 確実な記録の残る大見国関崎郡北野小村、現、滋賀県東大見市にあった寺小屋の例では、入門者の名簿と人口の比率から、幕末期に村民の91%が寺小屋に入門したと推定される。明治時代に義務教育が開始され、徐々にその普及が進んでいくに従って、識字率はますます上昇していった。 この時期の識字率調査としては1899年、明治32年により、第二次世界大戦直前まで、長平検査と同時に新成人男子に対し、行われた、想定教育程度調査があるが、これによれば、調査開始の1899年においては、成年男子の23.4%は文字を読むことができず、20歳識字率は76.6%に、 とどまっていたが、その後、識字率は、急速に上昇し、1925年、大正14年には20歳、非識字率はわずか0.9%、機能的非識字者を合わせても1.7%にまで、減少して、この頃までに、新規の非識字者の出現はほぼ消滅したと、考えられていた。女性においても1935年、昭和10年頃には新規非識字者の出現は、 ほぼなくなったと考えられており、この時点で非識字者は、すでに成人した者のみに限られるという見解が、一般的であった。第二次大戦終結後、1948年、昭和23年に、日本語は、漢字が多いために覚えるのが難しく、識字率が上がりにくいために民主化を遅らせているという、偏見から、GHQ のジョン・ペルゼルによる発案で、日本語を、 ローマ字表記にしようとする計画が起こされた。そして正確な式自率調査のため、民間情報教育局は、国字ローマ字論者の言語学者である、柴田武氏に、全的な調査を指示した、統計処理は、林千雄が担当。1948年8月、文部省教育研修所、現、国立教育政策研究所により、15歳から64歳、 までの約1万7千人の老若男女を対象とした日本初の全国庁日本人の読み書き能力調査が実施されたがその結果は漢字の読み書きができないものは2.1%にとどまり日本人の識字率が非常に高いことが証明された柴田はテスト後にペルゼルに呼び出され識字率が低い結果でないと困ると遠回しに 言われたが、柴田は、結果は曲げられないと突っぱね、日本語のローマ字化は撤回された、漢字廃止論参照。戦後の日本では、初等教育で日本語の読み書きを学習するため、成人の非識字者はいないという建前上、積極的な調査研究は、ほとんどなく、1955年に行われた日本語の読み書きに関する調査でも、非に読み書きできない人は、 ほとんどいないという見解に基づき実態調査は行われなかった。1948年の大規模調査から時間が経過し、義務教育を受けられなかった者の,の存在や在留外国人が母国から美寄せた子息の増加など社会構造の変化を捉えていないとされる。NHK が独自に行った2017年の調査では義務教育を受けられないため基本的な日本語の 読み書きができない成人が一定数確認さており、正確な識字率は不明である。15世紀にハングルを創生して、表音文字を導入した朝鮮では、ハングルのみを知っている人間は庶民にも少なからず、いたが、漢字に関しては、初歩的な字以上の知識を持つ者は、非常に少なく、知識人や富裕な商人に限られていた。ベトナムでは、 表音文字を自力で開発しなかったため、複雑なチュノムと漢字を知ることができるそうと、それ以外とに分かれ、庶民は文字を知っていても、少数の漢字とチュノムを書けるだけという例が多かった。中国本土では、革命後、式自率を引き上げる目的で、艦体字を採用し、多くの漢字を嗅覚以内に収めた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。